こんにちは、サンロードの花園です。昨日はですね、いっぱい遊びに来ていただきましてありがとうございました。本当ですね、私がいなかったのがちょっと残念だったんですけども、その場にいたらですね、自分も楽しめたかなと思っております。本日はですね、動画の前にですね、昨日の様子、写真がございますので、そちらをご覧いただければと思います。来年もですね、より一層楽しめるようにいろいろと準備していこうと思います。それでは本日の動画ご覧ください。こんにちは、サンロードの花園です。本日もですね、甘酒ご紹介したいと思います。本日ご紹介する甘酒はですね、こちらになります。花の甘酒です。こちらの甘酒ですね、和歌山県で長年発酵漬物を作ってらっしゃいます樽の味さんがですね、作られました甘酒となっております。和歌山県では米麹のことを花と呼ぶそうで、なのでこちら花の甘酒となっております。お米と米麹のみで作られた甘酒となっておりますので、本当ですね、甘さの方も自然な甘さで、飲み口もすっきりしており、大変飲みやすい甘酒となっております。まだノンアルコールタイプですので、お気軽に飲んでいただける甘酒となっております。花の甘酒、ぜひ一度ご賞味いただければと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。